ありがとうございます。いただきます。おお、すごい。ケニチです。今回は岸和田にあります山永酒店、こちらのお店で一人飲みさせていただきます。すごくつまみがボリューミーというふうに聞いておりまして、ものすごく楽しみです。なんか角打ちみたいな感じでしょうか。では入ります。失礼します。あ、すいません、失礼します。そしたら瓶ビール気にください、こちらで、気にでお願いします。あ、ありがとうございます。あ、こういろいろ、これは何でしょうか。焼き鳥です。焼き鳥、そしてこの鶏、はい、鶏皮を、はい、日本ですかね。はい、はい、おー、すごい焼いてる。あ、そしてこれも1人前土手焼きお願いします。いや、めちゃめちゃいい雰囲気のお店です。カウンターがありまして結構ね広いですね。こんな感じで広いです。ありがとうございます。そうです、はい、ありがとうございます。立ち飲みばっかりもあると思う。そうですね、立ち飲みばっかりです。あ、西成もそうですよね。あ、うまい、鶏皮いただきます。ちょうど5時やったと。いや、めちゃめちゃうまいですね。この先ほど焼いてるので、この焼き目が香ばしくて美味しい。あとこの油もはね、ビールに流すと。違う、私につけてた。うまい。焼き入れた。どて焼き。めちゃめちゃ美味しい。あ、こちらもどっちかというと甘系。あと肉がホロホロになるぐらい煮込まれております。あと玉ねぎの食感があって美味しいですね。まず来てますよ。いや、嬉しいですね。毎日みんな毎日やってるよ。あ、そうですね、はい。そうなんや。飲むな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 。刺身。この辺の、なんとか前行けよ。なんとか前、小口の糸。そう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 。ああ、俺も見た見た。見たわな。だいぶだよ。そう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 。あれ何やろうな。有名やから。そうだ。スタッフちゃん。その人がなんか逆に通せせえねえ。うま。昨日も和歌山行ったけど、どこやったかな。カキの輪寿司売ってる新しい店できてて、前から知ってる。石和田の方向いたら一般。あ、これちっちゃい。これだけ。でもこの数字が美味しい。はい、もう、はい。あ、すみません、イワシお願いします。あと、日本酒はお酒、お酒お願いします。はい、冷やでお願いします。ありがとうございます。うわ、あ、ありがとうございます。なみなみがすごいいいですね。あ、おいしい。ふわっとしてる、これやな。
イワシ、やはりこの青物というのは大事、健康飲酒では絶対注文するというのはいいと思いますね。ではやっぱ美味しいですしね。うまっ。開けたらよかったよな、これがお母さん。ありがとうございます。生姜がめちゃめちゃ入ってますよね。これが本当にいい。キープですか。あ、すごいそれ。うわ、あ、はい、わ、すごい。ウエスさんがずっとこう並んでおります。ここまで並んでおりますが、このエベスさんめちゃめちゃ高い、めちゃめちゃ高いですよね。あのボトルキープっていうのは大体こう、あの期限的なっていうのはどれぐらいなんですか。そんなあんま切ってないじゃん。まあ、そやけど1年に1回とか2回やったら、はい、そんなんダメやわな。そのがいいし、その先はうまい。あ、もうその年の年末で。毎日来る人、毎日、あ、もう結構でもめちゃめちゃ常連さんですよ。めちゃめちゃ煮込まれております。いや、もうすごい健康のつまみじゃないですか、これこそ。でちょっとあのこの生姜だけちょっといただきましょうか。うん、うまっ。人形人ぐらい、人間の方が鳥みたいな。あ、すいません、あのボトルキープというのは銘柄というのはどういう感じであるんでしょうか。お好きなもの。あ、そうなんですか。黒霧、はい、小さいサイズでしたら二階堂。二階堂、キッチョン。キッチョン、あー、二階堂で。いや、やっぱり黒霧でお願いします。黒霧の衣装瓶、衣装瓶でお願いします。はい、はい、あ、こちらですか。 ありがとうございます。おお、すごっ。なんかあるとまたついあのこうやっていう気持ちになるかなと。ありがとうございます。その氷とお水というのはあの、なんか、あ、もう無料ですか。はい、ある限りは無料です。ああ、なるほど。これモデルにセットなんでな。いや、すごい。ではいただきます。うん、いやいいですね。次はちょっとあの妻と来ようかなと思います。このセットが無料っていうのがなかなかないと思いますね。あと水、いただきます。てかもうこの電動性の高いこのアルミのコップというかグラスですよね。やっぱり芋大好き。霧島酒造に行かさせていただいたんですね。まあ、それはあの下の概要欄にこの工場行った動画があります。工場あの広報の方と案内していただきまして、この霧島がどのようにできたのかっていうのを工場見学させていただきました。いや、めちゃめちゃ美味しいです。もう間違いなく美味しいですね。いや、おー、すごいお客さんがあの来られております。もう続々と。もうそれを嫌がってるじゃん。ほんまに忙しいわ。いや、そうですか。いや、サイパス屋さんですよ。今、まあ、ケンジ様というふうにこうあの札を書いていただきました。もう これでもうあの次来る理由ができましたね。いや、でもめちゃめちゃいい居酒屋とか格打ちですよね。よっしゃ。いいですか。あ、いや、
すごいカーネーション私大好きで、あの浅見さんがものすごく大好きなんですけど、そのあの川崎浅見さん、川崎さんじゃないですか、どういうお関係でしょうか。俺の妹の浅見は子供。いやすごい、あめちゃめちゃ男前ですもんね。いやもう相当でもお酒好きでしょ。うん、毎日です。もうでも二階堂ボトルキープしてるってなかなかすごい。いや、みんなやってるの。ここでも見なやってる。あ、すみません、あのアジフライお願いします。アジフライ、はい。いや、ちょっとね、アジフライいただきます。霧島にアジフライってめっちゃ合いますよね。あの来た時もお客さん、あの来られてたんですが、立ち代わり入れ代わりでもう結構いっぱい、まあ、すごくいらっしゃいます。黒霧島からの県知事、先ほどのアジフライを今揚げてもらっております。これすごいですよ、注文してから生から揚げるんですよ、なかなかないと思いますね。ありがとうございます。いやー来ました、揚げたてのアジフライになります。でも揚げたてのアジフライいただきます。うん、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。はい、6460円。ありがとうございます。また来させていただきます。いや、めちゃめちゃ良かった、すっごい良かった。あの温かさっていうのがすごく感じられました。やっぱりこれこそあの角打ちっていうか街のなんか温かみで、お客さんとすごくね、あの会話できるお店かなというふうに思っております。皆さん超おすすめ、泉大宮からだいたい徒歩10分ぐらいのところにあるんですが、歩く価値ありますよ。来てみてはいかがでしょうか。ケンリッチでした。嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。